Hello everybody, my name is Jay Karchi. I'm the community manager at Bandai Namco Entertainment America, and we have once again with us a very special guest straight from Japan. Could you introduce yourself again for our fans? サイバーコネクト2松山です。いつもナルティメットストーム一生懸命作ってますよ。今日よろしく。 So we're here talking about Naruto Storm 4. We're very excited. We're talking about some new stuff today. So could you just run through everybody what the new features, the stuff we're announcing today? はい、あのね、今回ね、ストームはね、あの PS3 やね、360で今までやってきましたけども、PS4、そして Xbox One、そして Steam で、展開します。で、まあ、新しくするにあたって我々がね、まあ、いろいろ考えてるんですけども、大きく3つ、まあ、フリーバトル含めて、バトルシステムを一新します、今回で。まあ、今まで、まあ、いろいろと、改善をね繰り返してきたんですけども、まあ、今回一番大きいのが、まあ、いろいろあるんですけども、リーダーチェンジシステム。今までね、1人のキャラクターで残りの2人はサポートをやったんですけども、それらがそれぞれプレイアブルで動けて、こう3人でちゃんとこう、リーダーチェンジしながらこうテンポよく戦えるんで、しかもそれぞれが奥義も覚醒も使えるっていうね、非常にわがままな贅沢仕様になっております。そしてもう一つ、まあ、ストーリーモード、入れると毎回言われるのが、やっぱボスバトル入ってるんですかって言われるんですけど、まあ、入っとります今回。しかも漫画原作ね、ちょうど終わっちゃいましたんで、クライマックスまでしっかり描こうと思ってますんで、ぜひここは、今までとも次元の違う超アニメ表現をお見せしたいと思ってますんで、ぜひお楽しみに。そして、3つ目、オンラインモード。これ詳しい話はまだ言えないんですけども、オンラインモードに関しては、クリアした後でも長く遊べる要素っていうのをね、いろいろ考えてますんで、ぜひ楽しみにしてください。 There was a big movie release in Japan, Naruto the Last, and people were super excited. We heard it was a very big success, and some of that is being integrated into the game. あのね、ザ・ラストからは、ナルト、サスケ、あとサクラと、ヒナタがそれぞれ参戦するっていう、まあ、言い方をしてましたけども、まあ、今回新たに、ヒューガ、花火ちゃんがヒナタの妹なんですけども、もともとやっぱ花火っていうのは原作でもあった通り、宗家の血をね色濃く引いてるから、ヒナタよりもちょっと天才肌なんですよ。なんで小柄な体型を利用して、こうすごいこう小刻みに動いてスピーディーに、そしてこう手の速い、銃剣を使うキャラクターに、なる予定です。そしてもう一つ、今回ね、いくつかの合体奥義、前作でもやっぱ評判良かった合体奥義をね、新たに発表させていただいてまして、このザ・ラストの、ナルト・サスケの組み合わせで選ぶと、ちゃんと合体奥義が変化して、このザ・ラストの2人の、合体奥義が炸裂しますんで、ぜひ、遊んでほしいと思います。So speaking of combination ultimate jutsus, people like this a lot. Coming into Storm 4, we talked to a lot of people in the US and in North America about what they like about the game, what they don't like, what characters they want in there, all these different things. How do you work with feedback, community feedback? Because we talk to you guys all the time about what people like, what they don't like. How do you guys work with that in the development? Is there any example that you can give that is going to be in the game because people have been asking about it? まあ、いくつかありますよ。まあ、レボリューションに限らず、今までもずっとね、たくさんの方々からいただいたご意見っていうのを我々は常にね、見ながら、新しい仕様を検討させてもらってるんですけども、まあ、ただね、なんだろう、この間のそのレボリューションの時に合体容疑なんかで取ったアンケートだとね、なんかこう原作で色濃いその付き合い方をしてる連中の組み合わせと、こいつとこいつがこう組み合わさると面白いだろうなっていう if の組み合わせだと、ほとんどの人がなんかね、 if はあんまどうでもよくって、なんか実際に原作であった組み合わせがとにかく好きなのねっていうのがね分かったから、今回もね、まあ、これは合体奥義に限らずやけども、なるだけこう原作にあったそのシチュエーションを、大事に、要は多めに、作るように今回してます。あとやっぱ一番多いのはバトルシステムで、特にガードブレイク、あと当て身、いわゆるカウンターアタックだね、まあ、これに関してはもうとにかくやめろと、そのなくせっていう意見と、いやあれなくしちゃダメだ、あれは戦略の要だっていう人と、うまいこと調整しろっていうなんか便利な言葉と、まあ、いろいろなんかこう意見いただいてますけども、まあ、大体うまいこと調整する方向で今やってますんで、前とまんまっていうわけでは多分ならないので、ぜひそこはね期待してほしいと思います。ちゃんと皆さんの声をね日々聞いてビルドの中に反映させてますんで、その答えをぜひ Storm 4で確かめていただければと思います。So in Storm Revolution, there were three different battle types, and that was you're laughing, and that was new, right? And so some people liked it, some people had some feedback. How is that going to be adjusted for Storm 4?
はい、もう分かりましたよ。あのもう散々世界中から言われたからね、よかれと思ってさ、いろいろ新しくしようと思って3つのタイプとかね選べるようにして、なんか同じナルトでもなんか違う戦い方ができるかなと思ってやったらさ、結構みんないやいや違うやろと、奥義も覚醒もドライブも全部使えてなんぼやろっていうのを散々言われましたんで、はい分かりました、戻します。なんであのストーム4ではね、もうあの奥義も覚醒もドライブも分かれてない、全部まとめてやれるし、しかもね今回そのリーダーチェンジで3人ともバラバラにそれぞれが奥義も覚醒も使えるからね、覚醒した状態でリーダーチェンジとかできるからね、でっかくなった状態で。なんでもその辺はね、もう皆さんのねわがままにしっかりとお答えさせていただいておりますので、ぜひご期待ください。 Here at our event we are showing a brand new demo for Storm 4、はい、and we're gonna cut some of that footage in to this interview、うん、so tell kind of walk us through what's going on, what's new in that、うん、はい、まあ、ちょっとねこれは、イベントに合わせてなんですけども、今、うちで作っている最新の、ボスバトルを、切り取ってちょっと今回紹介させていただいてます。で、原作におけるその復活した10尾をね、ナルト、サスケ、サクラが久しぶりに揃って3人でこう口寄せをして、まあ、ガマ吉、カツユ、アオダっていうねこのでっかい、口寄せ動物を使って、10尾の大軍勢を、まあ、蹴散らしていくっていう。で後半の方はね、なんかこう遊びが変わって、まあボスバトルらしくね、10尾のブワーって来てるこの触手の上にこうカエルがガーンって乗ってブワーっていくこうライドアクションっていうね、誰も見たことないからね、カエルが乗るからね、こうやってカエルがビャーって足から火花ビーって出てるから、なかなかねこうバカらしいぐらいに迫力のあるボスバトルになってますんで。 So before we let you go、うん、we have one last question. Do you have any special message、うん、or question or comments、うん、for your hardest core Naruto fans who've been following this gameFrom Storm 1 all the way with us today.、What's your message for those guys? はい、まあ、多分ね皆さんと同じ気持ちかなと思うんですけども、去年のね11月10日に、ナルトの原作終わっちゃいました。悲しいのはね我々も一瞬。まあ、けどね、その後ほらザ・ラストとか劇場版もあって、4月から、日本ではね、漫画の外伝も始まりますし、夏には息子ボルトの映画なんかも予定しててね、ちょうどこう新時代開幕プロジェクトなんて言って、こういろいろなんかこう漫画原作終わったのにナルトプロジェクトどんどんこう拡大をしてるっていう感じがねやっぱあると思うんですね。なんで我々もちょっとこうゲームで一緒にこのナルトプロジェクトまたまた盛り上げていこうと思ってますんで、皆さんもぜひね応援して一緒に楽しんでいきたいと思います。ストーム4は秋発売予定してます。皆さん応援よろしく。だってばい。